屋さん、今日も頑張ってね。今回はステーキミーヤ小江戸店に訪問。スタッフさんが丁寧に対応してくれました。過去のステーキミーヤ配信は概要欄に貼っておきますので、よかったらチェックしてみてください。メニューはこちら。とにかくランチメニューが充実。お好きなものをどうぞ。本当にランチメニューが多すぎて逆に困っちゃうな。それではめちゃくちゃ充実してる各コーナーを見ていきましょう。いただきます。自家製ハンバーグ&一口鉄板ステーキランチ1584円。まずは自家製ハンバーグ&一口鉄板ステーキランチ。ハンバーグとステーキのいいとこ取り。やっぱりステーキミーヤに来たらステーキを食べたくなっちゃうのよね。
自家製ハンバーグランチ 200g 979円。続いて、自家製ハンバーグランチ 200g で1000円を切る979円。これは人気なわけだ。こちらもライスとスープバーがついてきます。肉厚で弾けるようなステーキの弾力、これぞステーキミア。噛めば噛むほど旨味がじゅわわわーわーしてよかった。やっぱここ来たらステーキ食べんと始まらない。ハンバーグも完璧や。ふわふわの肉汁あふれるハンバーグ。ミヤのタレのパンチも効いてて、今日からまた頑張れるぜ。そう、ミヤのタレが。ニンニク倍増の超ミヤのタレをただ今初体験中なのです。確かにニンニクのパンチがより効いてて、でも思ったよりも食べやすい。ミヤのタレが好きな人は試してみて。スープバーもいいんだよね。この濃厚な感じ。本日は宇都宮市小江戸町にあるステーキミーヤ小江戸店をご紹介しました。ステーキミヤでパワー注入。がっつりもりもり食べて元気を出しましょう。皆さんもぜひ食べに行ってみてください。